簡単に種苗確保で地域オリジナルの牡蠣を養殖。オイスターバーの普及により幅広い消費者を獲得した牡蠣市場。日本の生産量は世界でも有数で輸出強化が期待されている一方、マガキの養殖は天然種苗に支えられており、価格の変動や安定供給が課題となっています。今回の研究では種苗を低コストで簡単に採取する方法を実現。カキ殻を再利用したケアシェルでは、養殖カゴに入れて吊るすだけで簡単再利用。兵庫県では野菜カゴにペットボトルを詰めることで再利用が実現。その他さまざまな海域で地域オリジナル種苗の取り組みが進んでいます。採取した種苗はシングルシードでカゴの中でゆったりと養殖、付加価値の高い生食用殻付きカキへと生育させます。また国内外のマーケット分析や地域の地場種苗を生かして養殖したマガキの差別化要素を解明し、マーケティング戦略を確立。地場種苗の特徴を捉えた販売も期待できます。見た目にも違いが分かる地場種苗、オイスターバーでももっといろいろな牡蠣が味わえるかも。